今日はちょっと冷え込んでしまいましたけども、明日からまた気温も上昇してくるようで、はい、まあ、お散歩が気持ちのいいシーズンになってまいりました。そこでシリーズ企画の福散歩、今年1回目なんですよ、はい、ゲストはこの方でございます。スキージャンプ界のレジェンド葛西紀明さんと札幌円山公園周辺を散歩しました。さあ、スキージャンプ、数々の名勝負が繰り広げられました。この大倉山ジャンプ競技場が見えておりますね。そして今日はあそこで数々の歴史を刻まれたこの方と共にお送りしましょう。どうぞ、葛西紀明さんでございます。よろしくお願いします。いや、いきなりもう近づいてきましたよ。すいませんね、申し訳ございません。いかがですか、これは。いや、なかなかチャッチが重要がまたいいですね。そんな絶好調の葛西さんと魅力的なお店が立ち並ぶ春の円山公園エリアを福散歩。うわ、すごい。すごい、オムライスの経典超えですよね。経典超え。あんなバカ野郎。こういうことしてくれる人なんです。初めてする。自宅に。さらに驚きの連続、葛西さんの豪邸レジェンドハウスを大公開。行きましょう、せっかく行きましょう、行きましょう。どんな服が見つかるかな。服散歩。I love you。今体脂肪とかってどれぐらいなんですか。6から5の間ですかね。ちょっと待って、体脂肪6から5、はい、6から5、もう体浮かないでしょ。浮かないです。うわ、プール行ったら沈みますもん。やっぱそうなんですか、はい。で、あの黄色いジャンプスーツっていうのがやっぱ葛西さんのね、はい、イメージカラーだと思うんですけども、葛西さん、黄色にちなんだものがあるじゃないですか、ここに。卵？卵ですか？トメイトみたいな言い方。卵。それただ。どうしたらエッグって言ってたの？卵行きましょう。失礼します。ちょっとよろしいですか？今福散歩ってやっておりましたね。あ、すいません、船越さんです。あ、そうなんです。あ、葛西紀明さんとともに。すごいですよね。ありがとうございます。レジェンドですよ、レジェンドですよ。体動くですよね。自分と変わんないじゃん。え、51歳の50です。あ、そうなんですか。あ、私も50。これもう画面上の50代の50代 100% ですよ、今これ。すごいですね。栗山町の新鮮な卵を 100% 生かした極上のオムライス。さあ、お料理ができる前にこちらの方からレジェンド情報です。皆さん、こんにちは。ちょっとよろけた、ちょっとよろけた。土屋ホームスキームの伊藤由紀です。ザン、レジェンド情報。レジェンドは料理もレジェンド。卵焼きというですね、お寿司屋さんが使うような大きさの卵焼き専用のフライパンをお持ちだという。はい。焦げ目一つなく、葛西さんのジャンプスーツのような真っ黄色でふかふかの卵焼きを作ってくれる。これ間違いないですか。間違いないですね。僕がそうですね、20歳前後ぐらいの時に住んでた寮のおばちゃんに教えてもらったんです。それをもうしっかりと自分のものにして、はい、やっぱり料理もレジェンドですね。いや、そうなんですよ。謙遜。謙遜。もう忘れちゃったの。僕の中にはないです。50過ぎたらもう忘れ、はい、レジェンドはそれでいいんですね。ここで葛西さんのビッグな豪邸レジェンドハウスを大公開。これ実際のお写真です。ソファー。黄色いソファーなんですか。はい、あ、ポップな。これそこにもやっぱりその自分のカラーを。どっかに入れようかなと思って。あのソファーと車庫。車庫。車庫の壁一面に黄色です。え、車庫の壁一面真っ黄色なんですか。はい、なかなか元気出ますね。チカチカします。チカチカ。さらに。これサウナです。わ、すこれすごいですね。自宅にこれ。ほら。これどこ見たことないじゃないですか、このサウナ。どこの温浴施設ですか、これ。すごくないですか。すごい。毎日入れるわけでしょ、だってこれに。はい。いや、これはもう凡人の我々にはもうやっぱり到底夢のまた夢です、これはもう。夢は努力で叶える。いや、もうなんか、いや、もう、いや、もうちょっと重みがありますね。ちょっとなんか染みます。なんか私が言ったら軽く聞こえるんですけど、やっぱそれは葛西さんが言うと、それはやっぱりなんかもう今なお努力を続けてる方ですもんね。うわ、来た。うわ、すごい。お待たせいたしました。こちら、ミンチ
チャップのオムライスでございます。見てください、すごい量ですよ。オムライスオン目玉焼き、目玉焼き乗ってるんです。インパクトあるこれ。おお、私のすごい。こちらチーズハンバーグとデミグラスソースのオムライスでございます。うわすごい、これはすごい。映えてます、映えてます、映えてますね。映えてます。オムライスの経典超えですよね。経典超え、ま、映えてますね、映えてます、ね、映えてます。いいんですか、こう写真とか撮んなくていいですか。いやいや、僕そういうの絶対切れない。きっぱりと。いや、もう痛快、痛快ですね。気持ちいい、はい、では世界を渡り歩くレジェンドの食レポ、お願いします。これ卵何個使ってるんですか。これ3つですね。3つ。あめちゃくちゃ美味しいですよ。いや、美味しそうですね。卵すごいふわふわ。シェフどうですか、この笠井さんの食べっぷりは。いいよ、50過ぎてんですよね。やっぱり50過ぎてもオムライスぐらい食べましたよ。続いてはこちらは半熟の目玉焼きをトマトソースと絡めていただきます。怖がっちゃダメだ、怖がっちゃダメだ。おいしそう。おおおおこれだ、やったー。いや、こうやってちょっとこう黄身をこのソースに混ぜて混ぜて。あ、ほんとだ、全然変わらないですよ。ほんとだ。あ、もうすごい目玉焼きのこの卵のコクがこの酸味とすごいあって、ソースにちょっと酸味がある味変、味変。あ、いや、そうオムライスを目玉焼きで味変するとは思いませんでした。面白いですよね。面白いです、面白い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 、自分で言います。今日なんか全体的にこう謙遜する方がいらっしゃって、みんなもう俺がって、ね、まあ、ハンバーグもかなり自信作なんですね、これね。そうですね、道産の豚と牛と鶏、3種類で混ぜて。あ、3種類、3種類使ってる。すごい。牛肉で肉の食感出して、うん、で豚でよくつなぐじゃないですか、はい、で鶏でちょっとふわっとさせる。うん、肉肉らしい、肉たらしいです。美味しすぎて、美味しすぎて、はい。あの食レポうまいないですけど、私よりもうまくやるのやめてもらって。あ、じゃあそんなに上手に。見てる福さんは、はい、もっとうまかったと思う。テレビ越しは今日なんか調子悪いのかな。なんで僕を落ち込ませるの。励ましてくださいよ。いいレポートしたと思うんですけどね。普段でしょ、やっぱり食事制限も相当辛いんでしょ、やっぱりね、はい、今日はだからオフだから。いいですか、食べて。いいんですか、もう食べて、大丈夫ですか、ね、食べてください。行きましょうよ。ちょうどほら、ここにドイツパンのブルクベーカリー、ね、あら、来ましたよ。来ました、あ、来ました、今年。あら、家でチーズフォンデュをするときに、あの食べるパンをバケットを買ったんですよね。いやいや、多分こんなパンだったと思うんですけど。やっぱりでも笠井さんクラスだと思う。家でチーズフォンデュー、はい、すごいです。大豪邸で、大豪邸で。全く否定しませんけど。ドイツパンのお店ブルクベーカリー、道産小麦やライ麦にこだわったパンがずらーりと並びます。中でもおすすめは、看板商品だとライ麦パンです。なるほど、なるほど。いや、よく食べますよ、ドイツでは。あ、そうですよね、はい、バターをねっこり塗って。あ、そんなねっこり塗って食べちゃっていいんですか、大丈夫。そしてチョコレートをねっこり塗って食べるんですよ。あとちょっと気になったのが、ねっこりって何ですか。なんか伝わらないですか。分かる、分かる。ねっとりじゃなくてねっこり、ねっこり。ねっとりだとあのちょっとなんですけど、ねっこりはいっぱい塗って。あ、なんかそういうなんかねっこり塗ったパンとかありますか。私なんでそうですか。あんバターとか、うわー、あんと絶対うまいじゃないですか、これ。はい、これもねっこりいってますね。ねっこりですね。あんバターねっこり、流行語だ。じゃあ、カナさん、ちょっとじゃあもうねっこりいきたいやつ、ご自身で好きなの、はい、じゃあカレーパンで。普通だ。普通のいきましたね、なんかこう。スパイシーなカレーがねっこりと入っています。そのお味は。これも美味しそうですね。全然普通じゃないの。うまいじゃないですか、これ。あ、すげー感じです。早い早い。めちゃめちゃ食べますね。うん、めちゃくちゃ美味しいです。衣が思ったよりサクサクしてる。意外と大食いなんですよ。あ、そうなんですか。いや、じゃあ普段本当に厳しいですね。大食いなのに体重制限あって、はい、食べるの我慢しなきゃいけないとなったら。でも勝ちたいの方が強いですね。
全然我慢できます。これですよ、これですよ。そうですね、レジェンドっていう、もうオーラが違いますよ ねやっぱりそのレジェンドがもうこのカレーパンをカレーパンをむしゃむしゃですもん、こんなにむしゃむしゃ食べてますよ、もうねっこりいってますよ、ねっこり、うん、ねっこり入ってますよ、まだ行くんですか、こちらの粒あんがねっこりと入っています。では食レポのレジェンド福永さんの感想は。この前振りきついな、もう、うん、佐野さんの笑顔と同じぐらい甘いですかレジェンドどうですか。いやなんかいい食レポを聞けるかなと思ったら , 笑顔にいっちゃったんでちょっとびっくりしました今でもあの本当にこのあんこの優しい甘さですよね。そうですね、あの北海道産の小豆を使用した粒あんで、うん、生地はこだわってまして、うん、広島県にある鴨泉酒造さんから酒粕を取り寄せて生地に練り込んで、だからあのあんパンってどうしてもあんこに注目しますけど、このパンそのものが美味しいですよね。そうですね、いかがですか。それ待ってました、はい、よかった、一仕事終えたわ、やればできんのよ丸山にお店を構えて47年、実は建物が老朽化のため一昨日日曜日に営業終了しました。そして同じ丸山エリアに来週火曜日移転オープン、おしゃれなお店でねっこりと美味しいパンが待っています。さてお散歩の途中、レジェンドの意外な一面が。笠井さんはですよね、やっぱお腹なんかもすごい鍛え上げ、あ、すごい硬いですね。硬い乗り上げです。硬い乗り上げだ。やろう。タケシだ。やばい、やっちゃった。やっちゃった。やばい、やっちゃった。やっちゃった。やらないって言ったのにやっちゃった。絶対使ってください。絶対使ってください。やっぱり我々世代はタケシさんですよ。そうですね。だいたいタケシさんが猪木さんですよね。こう顎出して。ゆずかって誰でもできる。もう止まんないですよ。何でもやってください。急にはモノマネオンパレードになってきましたね。笠井さん実はこういう方だったんだって怒っちゃいやよ急に来るからね、めっちゃやばいやばい今こっちも頼んでもいないのにロック外れてるロックがレジェンドギャグが3連発出たところで、笠井さんがこちらで自転車を買ったことがあるというサイクル小野札幌へ。結局ね、結構行ったことあるんですよ、笠井さん。そうなんですね。私、安藤レイジマルセロと申します。おお、素敵な。安藤レイジマルセロさん。ひいおじいさんが昔ブラジルに移民して。ブラジルだ。はい。血は入ってないんですけど。はい、なんちゃってブラジル人。自分で言っちゃった。ここで驚きのグッズが。何ですかこれは。バナナついてる。何ですかこれは。これバナナ専用のスタンドです。え？あ、なるほど。はい、長時間漕いでるから。エネルギー補給のためにと。え、これ本当にバナナ専用のバナナ専用です。そんなのあるんですか。いや、自転車の世界もかなりいろいろ幅広いですね。はい、ちょっとこれは知らなかった。さらにお家で楽しめるという最新の自転車も。バーチャル。おお。え、これは本当に乗ってる気分が味わえるんですか。味わえます。しかも、ネットでつながっているので、世界中の方と同時にサイクルになる。同じ時代になってるんですね。ただ漕ぐだけじゃないんですね。こちらのバーチャルサイクリング、実はすごい仕掛けがあったんです。すごいですね、これ。おお。おお。ああ、これが画面に映るのが笠井さんのことですね。そうです。ああ、下り坂になった。お、すごい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 。下り坂になった。お、すごい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 。あ、一人抜いた、一人抜いた。いやいやいや、すごいです、これ。なんか我々としてはなんかトレーニングしてる笠井さんみたいな感じですけど。はい、笠井さん、どうですか今。割とちょっと息切れてるじゃん。息切れますね。こんなの家あったらすごいな。あの大豪邸だったらいけんじゃないですか。いや大豪邸急に言われ急にさっきまであんなに豪語してたのに急に弱気になってどうしたんですか。一汗かいた後は自転車屋さんのすぐ近くカフェレインへ。
この時期限定桜をイメージしたメニューがありました。こちらは桜ピスタチオフラッペ。そして満開の桜のような綿あめと焼き菓子のセット。これすごいですよ。コーヒーの熱で溶けた綿あめがぽとりぽとり。カフェレインだから雨のように。ここで注文をして、はい、お先にご注文とお会計頂戴してからお席の方にご案内させていただいております。あのお会計はあのうちの志村健さんがやります。あんなバカ野郎こういうことしてくれる人なんですよ。初めて知る。みんな戸惑いますよ。今ね、全土の人が初めて知ったと思います。やばいですね。はい、小林陵侑がぐわーっと強くなってきて、はい、うわー、陵侑にはもう勝てないなっていう、そんなジャンプをされて、はい、いや世界のレベルも上がってきたなっていう、はい、でも成績悪くて家に帰っても娘、息子が、はい、父ちゃんって来てくれて、それで癒されましたね。 あれがないともう多分引退してたかもしれないです。うわ、じゃあやっぱりその家族の力っていうのは大きいんですね。そうですね。いかがですか今後の目標は。やっぱり世界選手権で金メダルっていうのを、そこから2年後の9回目のオリンピック、9回目のオリンピックにチャレンジですね。すごい、9回目のオリンピックですよ。すごいですね。いや、我々に本当にこれからも夢見させてください。大丈夫です、任せてください。ありがとうございます。ガンガンギャグ言ってやっていきますんででも、ねっこり結果を残していただいて。そうですね。51歳という年齢をものともせず、夢に向かって走り続けるレジェンド葛西紀明さん、そしてご協力いただいたお店の皆さん、たくさんの服をありがとうございました。本当にありがとうございました。どうでしたかこのレジェンドの散歩。意外な一面もたくさん詰まっていて、はい、あのもちろん実力はねもう本当に言わずもがななんですけれども、うん、やっぱりこの明るさがやっぱりこう応援させていただきたいっていう気持ちになりますよね、はい、でもあのね、怒っちゃいやーよみたいなことをやってますんですけどでも本当にこの芯をついたやっぱレジェンドだからこそ、こう紡ぎ出す言葉っていうんですかね、言葉の重みが違います。心に響くなと思いましたね。レジェンドこれからも応援してます、はい、今度あの伊藤佑樹さんと3人で散歩しようと約束しましたのでね、本当に皆さんご協力いただきまして、レジェンドもどうもありがとうございました。ありがとうございました。